さあどうもこんにちは、改造車ジャーナリストのツッチーパフォーマンスです。今日はボンド大阪に来ております。いつものように Vlog で入ってる車お届けしたいと思います。まずはこちら、現行フライングスパーフルマンソリーでございます。なんだかもうすごく大変なことになっております。オイルもプラカンのエンジンがアメタンが入ってボンネットまでしっかり変わってる車両です。中もおしゃれ。そしてリアのホイールはこんな感じで適度にコンケーブしてて、あ、しかもこれファーストエディションってことで、これはあの後でちょっと詳しく紹介させていただく動画をアップすると思いますので、ぜひ皆さん見てみてください。そして他にもゲレンデとか、あとこっちもフルマンソリーのベンテーガ、ベンテーガのフルマンってあんまり見ないですね。しっかり全部カーボンになってて、ワイドボディになってて、ボンネットもしっかり変わってるという、ちょっと引きでとんでもない車です。そしてこちら商品車ですかね、 LC500 も入っております。そしてカリフォルニア、これもかっこいいな。あ、これ中めっちゃかっこいいですね、黒赤でステッチが赤で真っ黒黒で、工場の中もこんな感じで NSX にゲレンデに、奥では88が作業中だったりします。さあそしてこちら見てみましょうか、 G63、 この辺もキャリパーペイントがしてあったりとか、もうみんな改造されているという。そしてこっちのベンテーガも、あれこれマンソリー入ってますね。あ、ホイールも HRE が装着されてます。ちょっともう夜なんでちょっと周囲が暗いのがちょっと残念ですけれども、入ってる車はとんでもないのが入っております。そしてこっちの223フルマンソリー、これオートサロンで出店させていただいた車ですね。さらにオートサロン出店時よりかもパワーアップしてパーツが追加されたり、ホイールが本来のお客様仕様のホイールが装着されたりしてます。これもちょっと別に紹介させていただく動画アップしますので、ぜひ皆さん見てみてください。そして RA6、 まだあんまり街でも見ることがない、はい、台数少ないですね。こっちもナルドグレーかな、はい。そして、まあ、純正ですけどもう22インチですからね、めちゃめちゃかっこいい。そしてこちらはカプリストのエンジンフードも入っているということで、これがスパイダーのエンジン見えない問題を解決してくれる超ナイスなアイテムでございます。かっこいい。でこれちゃんとガラスなんで、ちょっとそのアクリルとかでふにゃふにゃふにゃってなっちゃう感じもない。そして中のこの見えたここもしっかりカーボンになるという、こんなのがついております。そしてびっくりなのがこれ、ホイールがマンソリーのホイールが入っております。もうちょっとただものじゃない感じが。そして今非常に貴重な48がなんとこっちにも、これもオプションのホイールですね、装着されてて、中も赤黒コンビ、しかもいろいろオプションが入ってそうです。そしてなんと SF90 が、これもちょっとチラッとだけですよ、チラッとだけ、あ、ホイール入ってるという。これもちょっと浅井店長担当の車なんで、あとでちょっと別の紹介する動画でご紹介させていただきたいと思います。というわけでこんな感じでたくさんの車が入庫しているボンド大阪でございました。これもフォージドカーボンで、これも後で別の動画で紹介させていただきますのでチェックしてみてください。さあ続いて店内の方はこんな感じでストック車両がたくさん入っております。まずはこちらカリナン、いかつマットブラックですね。これは、
土屋鑑定だとラッピングです。いかつ、こんなの後ろから来たらもう絶対道を譲るしかないですよ。そしてこれは高知ラインは、あ、高知ラインもラッピングで再現されてる感じですね。確かにこうフルラップしちゃうと高知ライン消えちゃいますからね。そして中も赤黒コンビ、いかつ。そしてラッピングも非常に綺麗に貼られてるんで、多分パッと見分かんないクオリティでラッピングが施工されております。これホイールはもう変えるしかないですね。これ回らないやつがいいんですっていう方は、あの回らないやつがハマる単独ホイールあるんで、はい、そういうのを作っていただくといいかなと。そしてこちらは F8、 改造車ジャーナリストとか言いながらストックカーは今回ご紹介するのは全部ノーマルってことで、これもかっこいいな。あのフェラーリ純正充電器で充電中でございます。充電じゃない、バッテリーメンテナンス。カーボンパーツもしっかり入ってて、内装も黒内装に赤ステッチかな。内装もセンターのブリッジのところがカーボンなしたり、カーボンパーツいろいろついております。そして奥はデセニウムが、これ裏面の在庫は移動になってる感じですね。世界限定、忘れました、何台かです、数台。こんな感じでこの色とホイールと、でこれ確かデセニウムの1号車かなんかじゃなかったかな、世界限定5台かな、ごめんなさい間違ってたら。これは純正カラーのマットですね。お値段2598万円現在です。というわけで今回もたくさん車ご入稿いただいているボンド大阪の様子をお届けいたしました。何台かこの後別の動画でご紹介させていただきますので、ぜひそちらもご視聴ください。はい、なんでよ、この形のものが音もせず動いてるんですよ、怖いマジで新しい時代に突入してますねこれ。いやいや、体感まだなんかこう現実的なビジュアルじゃないですか。ちょっとパナメラっぽさもあるし、これ完全になってもこのシルエットのものがしかもキュイーンって音もしなくないですか。さあ、というわけで昨日の夜で Vlog こんな車が入庫してますよで完結しようと思ったんですけど、翌朝とんでもない車が届いてて、それを撮っていいってことなんで Vlog 続きをお伝えしたいと思います。入庫してる車こちらでございます、ウラカン STO。 僕ねちょっと初めて見ました、これはやばすぎますこれはちょっと全然知識がなかったんで調べたら、ウラカンのスーパートロフェオのもうナンバー付きだから、もうほぼレーシングカーで、よく見るともうバンパーっていう概念がそもそもないという、これが全部カウルみたいです、こうガバッて。ちょっと気になる人は検索してください、もう多分著作権の関係で画像入れられないんで、これがガバッと開くみたいです。でここが鍵になってて、もうそもそもな、もうなんかワイドになってるんで車の形が変わりすぎちゃってて、わけわかんないことになってるんですけど、これがで多分全部フルカーボンじゃないかな、本当にだからレーシングカーにナンバーつけましたみたいな、保安部品だけつけましたっていう車みたいです。そしてもちろんトランクとかもないんで全部ダクトという、これはやばすぎる。これだから買うっていう発想がすごいなっていう、これ公道をレーシングカー走らせるみたいな。そしてホイールがこれなんか調べたらマグタンみたいです、これやばくないですか、このスポークの細さ。そしてこれ見てください、なんとタイヤが BS っていうことで、まあ、大体ピレリ、アベンタドールはじめ、ランボーピレリが定番みたいなんですけど、この車に関してはもうポテンザのなんかもうとんでもないのを履いております。このギャップが、そしてブレーキもなんか普通の、のよりだいぶパワーアップしてて、スーパートロフェオのこれエボ2らしいんですけど、1のやつよりだいぶ性能もアップしてるらしいです。これはやばい、これキャリパーも大きくなってんじゃないの。ちょっと僕は知識がなさすぎて分かりません。
そしてサイドもえぐいことになってるし、中もちょっと見ていいってことなんで勝手に開けちゃいます。ご覧ください、これそう、もうドア、もうポルシェの GT3 とかもうそういうノリ。ただ車的にはもうどっちかというともっとスパルタン。これはやばい、全部カーボン。そしてシートはでも意外になんかもうもっとスパルタンなのかなと思ったら意外に座れそうな、普通にちょっと行動走行できそうなシートがしっかり入ってて、でちなみになんですけどペルフォルマンテよりかもさらにだいぶ軽いらしいです。これだけワイドになってて、いろいろやってて、すごっ。でちょっとちゃんと内装も黄色入れておしゃれになったりするんですね。そしてそして後ろがもっとやばいんですよ。当然全部カウルなんですけど、見てください、この造形、もうレーシング直系の。そしてこれもう外に駐車できない、網すらないという。これも多分ファイバー、多分カーボンじゃないかな。でこのシュッて、もう どこがどういう空力なのかももう分かりません私には。そしてウイングもこのとんでもない強度、しかも調整できるようになってて2段になってるの、はあ。でもうリア板もそうだし、リアのフェンダーからつながるこのラインすんげーワイドになってるんですよ。これ分かりますこれ、バチッて。でマフラーに関してはもう丸見えっていう、網すらないんです。でトロフェオのエボ1の方なのかなに当たるのかな、はカプリストのマフラーが入ってたんですよね。だから詳しい人は多分知ってると思うんですけど、もうそのレーシング仕様のやつってここにカプリストってステッカーが貼ってる、まあ、ワンメイクレースで走ってくるんです、ね、入ってたんですけど、これに関しては分からないです、まあ、市販バージョンなんでどのマフラーになってるか分からないですけど、でも普通に市販車と思えないとんでもないマフラーがついております。そして下なんかもやばー、もうともかくとんでもない車、はい。これ最初に元気よく今日も元気に改造車紹介しますとか言っといて、改造車じゃないんですけど、まあ、純正の改造車ということで、はい、こんなのが入庫しております。やばっ、めっちゃいい音してますね。はい、太っ太、音めっちゃ太いっすね。ありがとうございます。これペルフォルマンテよりちょっと違う音しますね。はいはい、忙しいからやめてくれって言ってたのにどうしても見たいですって言って開けてもらうことになりましたあ、特に鍵になってるわけじゃないんですね、まあ、一応これ専用の水詰めのやつで。でそっち、ちょっと待ってください、待ってください、押して待って、押して押すんですかこれを。あ、外れた、外れるから軽っ、めっちゃ軽っ、めっちゃ軽い、わわわわわわ、すげえ、レーシングカーじゃないですかもう。これも物置くところが全くないという。一応なんかメットが入るのを想定してるみたいなこと書いてあったんですけどメット入んないですね。でもこれ発泡スチロール外せば入るんじゃないですか。これ売っていいんすか。ランボルギーニだってレーシングカーじゃないですか。これ富士スピードウェイダーの GT で見ましたよ、こんなの。すげえ、無理やりロードカーにしましたね。やば一応棒ついてるんですね。これだからね、ローダウンしたら怖いの。ああ、そうっすね、そうっすね、そうっすね。下見といて、はい、大丈夫です。大丈夫、はい、怖っ。ここでどうかな。いや、これはいじっちゃダメな車ですね。そうです、だから今回はまあプロテクションフィルムとコーティングだけとレーダーとか。いや、もうこれはフロントだって塗るって言ったら全部変わるじゃないですか。これプロテクション必須っすね、うん、必須ですね。やば、ヘッドライトと前回り変わると、これしかも貼るのもめっちゃ大変そうなんで大阪店であればそういう施工もできる。すごいっすねこれ。はいはいはい、はい、失礼しました。はいはい、
これ動画じゃ全く伝わってないと思うんですけど、めっちゃ軽いですよねこれ。で最後、はいはいはい、これグッグッていけばいいですか。あ、おお、でこれパチってなんかボンネット開け閉めの音じゃないですよ。というわけでこんな楽しそうな車がたくさん入ってる温度差からお伝えいたしました。